はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たのダンススクールやってまいりました。いやー、ということですね。さあ、やってまいりました。今回はですね、こちら、ダンクを見てまいりましたということで、シャープの2までですね、見させていただいているということで、こちらの感想を述べていきたいところでございます。ということで、非常にたくさん今もリクエストをいただいているというところで、感想はいかに、新たさんどうでしたかと、いかがでしたかというところのね、ご質問もいただいておりますので、そちらについてお話ししていきたいなというところでございます。なかなか賛否ってほどではないんですけれども、やっぱりちょっとこう、思ってたんと違ったわっていう方のご意見とかも結構多かったんですが、個人的な感想で言うとですね、めちゃくちゃ面白かったです。すごく見応えがありましたし、僕的には楽しんで見れてたというか、あ、面白い番組だなっていうふうに思いました。ダンス、ダンスがちょっとゴリゴリに出てくるとか、まあ、歌がゴリゴリに出てくるとかっていうのではなかったんですけれども、まあ、その、音楽番組としてのあり方って多分いろいろこう、あると思うんですが、その中で、まあ、まだ多分全然序章なのかなっていうふうにも思いますし、その序章っていうのも、まあ、これから大きくなっていく番組だからねっていうよりかは、必要な多分これ工程なんじゃないかなというふうにも思ったりしていて、というのは、まあ、どういう番組になっていくのかっていうのを、いきなりだから音楽番組にしちゃうと、もうそれ以上広がらないというか、その形を、が、番組における、一番のそのクライマックスは多分そういうところだと思うんですよね。実際にパフォーマンスして歌って、で最後みんなでサイファーしてみたいな、そこら辺がこうひな形になっていくとは思うんですけど、いきなりそれやっちゃうと番組的な奥行きがなくなっちゃうんですよね。音楽番組としての。いかに音楽番組として、新しいものであり、そして今までなかった、部分とかをこう取り入れながらできるかっていうところで、今回僕が非常に大事だな、大切だなっていうふうに思ったのが、まず一つはトークの部分ですね。お話がちゃんとアーティストの方たち、まあ、尺は一応限られてると思うんですけども、アーティストの方たちがその本音で、かつその楽しく喋れてるかどうかっていうところが非常にこれから大事になってくると思うんですよ。で、まあ、今をときめくアーティストの方たちですし、割とそのインタビュー動画だったりとか、まあ、一緒にその絡みっていうのも別の番組さんであったりとかしてる NTEAM さんと、まあ、BE:FIRST さんだったので、またかっていう感じはもしかしたらやっぱりあったかもしれないんですが、単純に、構図として見たときに、アーティストの方たちが、ああやって対談をしていて、で、MC もスカイハイさんだったですよね。で、スカイハイさんもアーティストじゃないですか。で、あの空間には芸人さんがとかじゃなくて、アーティストの方たちしかいなかったんですよ。これも結構珍しいなというふうに思いまして、ジェネレーションズの中塚さんもいらっしゃってっていう、ジェネレーションの中塚さんも喋りめちゃめちゃお上手でしたけど、別にMC 本業とかでなくアーティストの方じゃないですか。っていう、そのアーティストの方たちしかいない中で、あそこまで場がやっぱり盛り上がって、話がこううまく回ってるっていうのは、単純にすごいことだな、というふうに、まず一つ、はたから見てて思った部分があります。で、これがだから他のグループさんたちが来た時にも、同じだけのやっぱり喋る尺だったりとか、コミュニケーションが取れるんだよねっていう、あそこでちゃんと証明してくださってるというか、そこをまず置いてくださってるんですね、布石として。なので、例えば、わかんないです。もしかしたら、BTS さんが来てくれる番組になるかもしれないじゃないですか、とか、まあ、韓国からのアーティストさんが来てくださるのもそうですし、日本のアーティストさんたちがこれからどんどん出てくださる可能性もあるっていう中で、この番組に出るアーティストの方たちが、あれだけたっぷりお話ができるかもしれないっていう風になったら、それはそれでめちゃめちゃ聞いてみたくないですか？何を、例えば中塚さんのお話すごく興味深かったのは、この睡眠がやっぱり一番大事だよねっていう、結構ガチなアーティストトークになってたじゃないですか。あそこが僕結構、好きというか、なんかこう、たまにあるじゃないですか。芸人さんが出なきゃいけないのか、なんかタレントさんとかインフルエンサーさんが出なきゃいけないような雰囲気があって、でもそのアーティストの方たちにはそんなに興味がなくて、とりあえずなんか、流行ってる人たちが来て、質問投げてみたいな。あれはちょっと冷めません？見てて。でも、今回ってアーティストの方たち同士だから、ガチで知りたいこと話してるみたいな。聞きたいこと聞いてるみたいな。あとはその、靴の話とかもなんかあるあるみたいな。そう、練習靴壊れちゃってとか。だから練習靴を今度もしかしたら買いに行くっていうその企画も別バージョンで VTR で用意されるかもしれないじゃないですか。
それもめちゃくちゃ見たいじゃないですか。皆さんどういう基準で靴を選んでるんだろうとか、より深くそのアーティストの方たちが日々行っているそのプロフェッショナルなものに対してフォーカスがいくっていう、だからその人たちのその努力だったりとか、聞く気遣いだったりとか、僕たちが今まで知ることができなかった情報にアクセスできるっていう風に思っただけですごくワクワクするんですよね。で、中塚さんがその指のリングでその睡眠の質をとか、めちゃくちゃ今その睡眠の質をどういう風に管理するかって、一般の僕たちでもこう気を配る時代になってきてるじゃないですか。ヤクルトが流行ったのとかまさにそうだと思うんですけども、っていう中で食事、その夜にとった食事からその日の夜の睡眠の質が変わるよねとか、めちゃくちゃ面白いみたいな。肉が合う、魚が合うとか、なんか人それぞれやっぱり体に合う食べ物とかってね、あるんですよね。でそれがその日のコンディション、次の日のコンディションにつながってくるとかって、我々の生活においてもすごく適用できるお話じゃないですか。そうかみたいな、よし魚を食べて寝てみようみたいな、眠りすっきり、魚の方が合うんだとか、まあ、日本人は割とこの穀物、話しそれちゃうんです、穀物が割とこう体に合うみたいな、和食が結局合うらしいですね、日本人はね、とかっていう話もあったりするわけなので、そういう意味で言うと、これから出てきてくださるアーティストの方たちの数だけ、やっぱりその人たちのこだわりだったりとか、なんかこう外せないものとか、最近のトレンドとか、取り組んでる努力とか、そういうのが聞けるようになるってめちゃくちゃ面白いと思って、だからこそトークっていうものが一つ軸になってるんだよっていうお知らせでもあったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、番組として。でこれっていうのはやっぱり今までなかったアーティストの方たち同士だから深掘れる部分だと思うんですよ。これがその芸人さんとかタレントさん同士になると、どうしてもやっぱりちょっとこうなんでしょうね、ネタの方に走りがちになっちゃったりとか、まあその薄く浅くいつもあるあるなお話になっちゃうと。でもそこがしっかりアーティスト目線で話が進んでいくっていうのもそうですし、あとはそのバラエティ要素もですよね。ビザワンだよねってめちゃくちゃ面白かったじゃないですか。中塚さんめっちゃいい人やみたいな風にも思いましたし、なんかあそこで中塚さんという人の人柄もわかりますし、あとはその涼希くんのお話とか、ジュノン君のねお話とかも聞けたりとかっていう、関係性ですよね。皆さんの等身大の姿、お話の姿が見えたのがすごく良かったなっていう風に思ったところでもあります。で、あと面白かったのが、スカイハイさんが結構場を回していらっしゃったんですけど、あれも僕結構ありなんじゃないかなって思ったんですよ。すごく先頭を切って和ませてくださっていて、で、やっぱり芸能界における大先輩でもありますし、アーティストとしての大先輩でもあるんですけども、しっかりこうボケてくださったりとか、あと話をいろんな方たちにこう振ってくださってたじゃないですか、かなりまんべんなくっていうところのその気配りだったりとか、やっぱり初めて始まる番組でもありますし、これからどういう風になっていくんだろうかっていう、その不安の中で、そのスカイハイさんが結構大きく風呂敷を広げてくださってるからこそみんなが話しやすいのかなとか、ケイ君も結構こう積極的にお話しされてるような印象もありましたし、まあ元々の何でしょう、今まで来るここまでのプロセスがあるからこその関係値だとは思うんですけれども、それでもすごくいい意味でアットホームな空間が作られてたんじゃないかなというふうに思ったので、見ていてとってもなんかこうその輪の中に入れてる感覚というか、すごく楽しかったんですね。バリスティックボーイズさんたちがそのタイにいらっしゃって、そのタイのちょっと、何ですか、やりとりじゃないですけども、なんか、この骨粉から入るとかもそうですし、なんかちょっとこう皆さんがいい感じにボケながらとか突っ込みながら話が進んでいくっていうのも、面白かったかなっていうふうに思います。心地よい身内感があったので、この身内感が多分だからいろんなグループさんが増えてくるごとにもっともっとここが広がっていくと思うんですよね。ってなると、なんかもしかしたらその身内感がちょっとなっていうふうに思う方たちも少しずつそこにこう慣れていける部分はあるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしました。でそういう、ボーリングをしたいとか縄跳びしたいとか、僕ボーリングもめちゃくちゃいいなと思って、ウィジュ君が BE:FIRST さんたちのパフォーマンスすごくかっこいいですって言ってガーターにガンっていくとかもバッチリじゃんみたいな、超面白いじゃんって思って、ボーリングをするって今までなかったよなっ
ていう、そのみんなが遊んでる姿もすごく尊いですし、同時にそういうところで生まれるコミュニケーションもあるわけじゃないですか。そういうコミュニケーションを通じて仲を深めた方たちが実際に歌、そしてダンスっていうものを通じて、さらにどういうこう交流を深めてくださるのかとか、どういうパフォーマンスをしてくださるのかとか、絶対に歌もダンスもそうなんですけど、すべてのあらゆる経験がちゃんと結果として出る場所がまさにパフォーマンスなので、そういう意味ではそのアーティストとしてもう自分たちとなんかこう音楽と向き合ってずっとっていうよりかは、横のつながりが少しずつこう増えてきて、学びがあって刺激があって出てくるパフォーマンスは絶対に変わってくるので、そこを楽しみにできる番組にもなるんじゃないかなっていうふうに思った次第でございます。まずはこのお話の尺で、まあ、22分かなが終わりましたけど、まずその3月にあるフェスですね、あ、いけることになりました、はい、3月にあるフェスに向けた準備っていうよりかはイントロダクションの期間だとは思うので、でまたそのフェスっていうのが一個区切りになって、そこからまた番組がどういうふうにこう変わっていくのか、あとはゲストの人たちがどういうふうに来てくださるのかっていうところで番組の編成も少しずつ変わってくるとは思います。ただ今のこのトークっていうところですね、アーティストの方たちがいかに自分たちをこう言語化していくのかっていうところは、とってもとっても大事にされてほしい、大事にしていただきたいなっていうふうに思ってた部分でもあるので、とっても僕は見ていて楽しかったですね。もっとお話を聞いてみたいなっていうふうに思いましたし、なんかこう質問をね、スカイハイさんがどん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 こう皆さんに投げかけてくださるからこその空気感っていうのはとってもいいですよね。だから次週かな、ちょっと予告でもありましたけど、実際にこうダンクをみんなで足元をねこうやって蹴らすダンスがあったりとか、まあソータ君と中塚さんがちょっと一緒にこうダダダダってセッションするシーンとか、あとはちょっと見た感じ他のアーティストの方たちの楽曲も流しながらそれも踊るみたいな時間も多分あるっぽいので、そこら辺からですかね、ダンスっていう要素がまたいろいろとこう強く出てくる部分にはなってくるんじゃないかなと。ただそればっかりになっちゃうと、まあいわゆる普通の音楽番組になっちゃうので、そこにプラスアルファでやっぱりそのスカイハイさんが作り出せる空気感でみんながその楽しく喋るっていうところの言葉のコミュニケーションっていうところもぜひぜひ前に打ち出していただきたいなっていうふうに思って見ているところもありましたかね、という個人的な見解でございます。でもう一個は字幕がついた方がいいんじゃないかっていうところのお話ですね。これについては確かに字幕はついた方がいいだろうなというふうには思いつつも、多分まあもしかしたら手が回ってない部分もあるかもしれないですけど、ちょっとまた落ち着いたら YouTube の方とかで字幕がつくと、先ほどのね、その BE:FIRST のメンバーの方たちと NTEAM さんたちのやり取りだったりとかもまた大きく発展していくんじゃないかなというふうには思いましたので、まあまだその地上波放送っていうところもあったりとか、準備がね完璧に行き届いてない部分も多々あるとは思いますけど、でもやっぱりこのいい意味で見切り発車していくっていうのがもうスカイハイさんの強みというか、でそこは後々また形はしっかりできてくると思いますので、最低限の抑えておかなければいけないラインだったりとか、コンセプトの部分はしっかりこうポイントを抑えて作られてるんじゃないかなというふうに思ったので、めちゃめちゃ期待できる番組になるんじゃないかなというふうに個人的には思ったところもありますかね。はい、という感じでいかがでしたでしょうか、ということでぜひぜひ皆さんの感想などもよろしければ下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。